私の名前はゴキブリ紳士シミじジちゃん。爬虫類の餌として使われるこのデュビアちゃんの販売と繁殖でミリオネアを目指してるわ。そんな私のこの YouTube も当然ながらデュビアちゃんだとかゴキブリについて色々とほざ在てることが多いんだけど最近コメントでちょくちょく来るのがイエコ 始めてみないんですかとか、家子の方が儲かるんじゃないですかみたいなのが来るの。なんで私が副業として始めるときに家子を選ばなかったのかについてなんだけど、家子がね、シンプルに苦手なの。爬虫類を初めて飼った人が生ケを選ぶとき、ゴキブリってだけでちょっと抵抗があって家子を選ぶ人が多いんだけど、デュビアもレッドローチもね、今ちょこちょこ動いてるの見てわかると思うんだけど、 基本的に移動ちょっと移動しすぎじゃないまぁ、あ、基本的に移動前後左右なのよねだけどイエコちゃゃんあいいつらねね飛び跳ねるじゃない今のところまだ他のエサ虫を繁殖販売する余裕はないけど。 デュビアちゃんの収入が安定してきたら、レッドローチだとか、イエコちゃんの繁殖ももちろん視野に入れてるわ。そんな私がエサ虫として一番有名なイエコちゃん、苦手意識持っちゃダメだろってことで、えー、買ってきました。ヨーロッパイエコーロギどうしても必要な時はペットショップで必要な数、10だとか20だとか、買って、 ですぐ餌ととしてああげたことはあるんだけどちょっとこの数は初めてね。飛び跳ねるから苦手って話はしたんだけど、こうやって見てたらあれね、なんかこの見た目も多分あんまり好きではないっぽいわ。集合体恐怖症なのかしら。いやでもデュビアちゃんの群れは全然気持ち悪くないし、むしろ一生見てれると思ってるから、なんでなんだろうね。ちっちゃくて、群れてて、 騒がしいのが苦手なのかもしれない。うん。確かに陽キャ大学生とか苦手だしね。てなわけで今回は、ちょっと前置きがだいぶ長くなっちゃったんだけど、下手したら本編より、あの茶番の方が長いんじゃない将来私が指輪販売で安定収入が手に入るようになった。 あと、他の餌虫として、イエコちゃんを飼った時のために、今回はこの子たちの繁殖に挑戦するわ。ちなみにイエコちゃん、デュビアとかレッドローチに比べてなんかめちゃくちゃ弱いイメージがあるの。昔餌として買った 家鶏の余りをちらって覗いてみたらもう全滅してたみたいなのが何回かあったから多分弱い気がする。まあ私自身ね家鶏そんなにちゃんと長期間飼育したことがないから偉そうなことは言えないんだけどこの動画を撮る前に家鶏について調べたら繁殖が難しいとか弱いとかいろいろ出てきたからまあ多分。 リュビアとかレッドローチよりは難しいんじゃないかしら。まず飼育容器はこれ。普通の虫かご。家に余ってたから使うって感じね。大量にイエコちゃんたちを買って、大量に繁殖させるときは、もちろんこんな虫かごなんかじゃなくて、衣装ケースの方がいいんだろうけど、あの、普通に今の私じゃ大量のヨーロッパイエコオロギーを世話する自信がない。まあ今回のこの約60匹のイエコちゃんが収まるであろう、 普通の虫かごを使うことにするわ。続いては足場。足場についてはいろいろ調べてみたんだけど、鉢底ネットでも卵パックでもいいって書いてあったわ。まあ多分、デュビアちゃんたちと同じような感覚で良さげね。そんな私が今回使うのは、この紙ポット。 これ100均とかに売ってて、最近私のマイブームなの。まあ、卵パック的な使い方ができるわ。そんでもって、イエコちゃんたち、多分これが結構繁殖難しい要因なんだけど、土の中に産卵管をぶっ刺して卵を産むらしいの。だから今回は、まあ実験として、この爬虫類の餌皿、これに土を入れて、土を入れたまんま放置してると、イエコちゃんたちが ほじくり返してケース内が地獄絵図になるって調べたら出てきたからこの鉢底ネットをまあこんな感じで上にうまいことはめ込んでやっていこうと思うわ。散乱床を準備するわ。床材は別に細かいものなら何でも良さそうだったから今回は家で余ってた腐葉土を使うわ。 いい感じに腐葉土を入れたら、軽く切りきするわ。本格派カレーみたいな色ね。そんでもって次は、コオロギともに床材を掘り返されないように、ネットを準備するわ。ある程度の大きさに切って、続いてある程度、ここの角の部分を取ってあげて、まあ、 なんとなく入りそうな大きさになったら、ここの餌皿の返しにこのネットをハメハメしていくわ。お姉さんミートハメハメしてほしいにゃエロニャンチューも現れたわね。こんな感じで完成よ。ちょっと予定変更で、中にある卵パックを、こうそこに置いてから、上にさっきの紙ポットを置いていくっていう形にするわ。結構ね、飛ぶからね、逃げそうな怖さもあるのよね。 いやまじで、逃げたら普通に。あ危なかった。普通に脱走されたわ。やっぱ使いづれえよな、このクソ。なんとか脱走兵も捕まえれたし、うまいこと容器に入れれたしで完成よ。本当はね、元から入っていた餌。 うまいこと入れずに入れたかったんだけど、そんな余裕はなかったわ。なんだかこうやって自分でセッティングした容器の中に入ってるのを見ると、ちょっとだけ可愛く思えてきたわ。あー嘘。やっぱりまだあんまり好きじゃないかも。とりあえずこの子たち M サイズだし、まあ、繁殖にはもうちょっとかかりそうだから、この子たちをなんとか上手に殺さずに育てるっていう練習をしていきたいと思ってるわ。 まあ今日の動画見てくれた人にはもうバレちゃってると思うんだけど、私家子超初心者だから、これ間違ってるぞとかこうした方がいいぞってのはあったら教えてちょうだい。まあ個人的な反省はそうね。多分これケースもう一回り大きいの買わなきゃね。デュビアちゃんほどの熱意もないし、あくまでこれは趣味の範囲って感じだけど、 これからねちょくちょくコオロギちゃんの繁殖にもチャレンジしようと思ってるからまた動画にするわそれじゃあゴキブリ紳士とコオロギ淑女のみんな良いゴキブリライフを「